敵。姉ちゃん、ちょっとなんであんたがいんのよ。バイト焼酎ロックでいい。ちょっと飲めないんじゃん。そうなんです。何そのキャラ。うるさい。いつも違う。違くないです。仕事バイト探しはいいんだ。もう姉ちゃん、姉ちゃん、ほんと調子よくね。何なの、早く飲む人じゃない。何そのキャラ。カット。はい。違くない、違くないです。カット。何ですかね、こう異国の感じが通じるものがあって。そう、ね、ああ、もちろん。日本に見えるかなって思ってました。ちょうどいい、うん、本当ですか。ちょっとなんか3人揃うと、ね、バランス取れてる、はい、いや、僕はちょっと二階堂さんの絡みはね、すごく気になってたんで、今日ちょっとお会いできてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。素敵な方で、ありがとうございます。ありがとうございました。なんかお姉ちゃんが欲しかったんですよ、うん、だから、こんな綺麗な、あ、嬉しい。お姉ちゃんがいたらもう、多分同級生には自慢しまくる。なんかお家できっといつもお酒作ってくれる弟なんだろうなと思ってそういう弟いたらいいのになって思いました。はい、なんか緊張しましたね。いや、もう堂々と、うん、あります。高校卒業した時くらいにすごい暇だったんですよ。それも暇すぎて昼夜逆転してたんですよ、生活が。だから夜起きてるんですけど、みんな寝てるんですよ、友達とか。だからその間暇だから働こうと思って新聞配達を。で、なんか新聞配達やってたら、あいつ頑張ってるなって思ってもらえそうじゃないですか。確かに。っていう親孝行だなみたいな思ってもらえるかなと思って。工事現場で道を整理する、うん、なんか誘導する、なんかこう汗をかきながら。かっこいいですね。ガソリンスタンド。あ、俺ガソリンスタンド。あ、いいな。なんか私だったらもっと綺麗に歩くのに思うことがあって、もっとなんかいいな。でも声が小さいって言われて、ああ怒られました。じゃあ腹から出して。腹から。はい、大学生だったり高校生だったり、結構やっぱ狭い世界で生きてるじゃないですか。でそれをバイトすることによって他の世界が見れると思うし、自分で稼いで生きていくっていう感覚を若い人に見つけられるのが、手軽に見つけられるのが多分バイトだと思うので、まあ、なんかこういろいろやってみて、その中でこうやっぱり自分のなんか新たな発見というか、多分そういうのがこう出てくると思うんですね。ぜひいろいろな自分を探すのにインディード作っていただいていいんじゃないかなと、はい、思います。